こんにちは。今回はこちらのファルカムハーフケージを紹介します。ファルカムといえば F22 や F38、 そして F50 といった3種類のクイックリリースのインターフェースを採用していて、かなりの愛用者がいると思います。ケージ自体も様々なカメラに対応したものを出していますね。こちらのハーフケージはその3種類のクイックリリースすべてに対応し、さらにこれ一つでかなり多くのカメラに装着可能で、しかもこのように折りたたんで持ち運ぶことができるということで、個人的にはかなり最強のケージです。こちらの2箇所のネジを緩めることで簡単に展開することができます。ここの角度は無段階ではなく、このようにギア式になっていますが、その代わり保持力はかなり高いです。ここのノブはこのように引っ張ることが可能で、回転して力が入りやすい角度に変えられるようになっています。とても気が利いている作りですね。こちらの関節部分の強度も十分にあり、この平らな状態で 4.5 キロまで耐えることが可能です。カメラを装着する部分のボトムプレートには F38 が対応しています。そしてケージの底面は F22、F38、F50 の3種類に対応しています。トップとサイドプレートにはこちらの F22 が対応しています。その他4分の1ネジ穴など様々な拡張性のニーズに対応しています。こちらボトム部分にはストラップホールも開いていますね。使わない時にはこのように折りたたんで持ち運ぶことができるので、とても携帯性はいいです。開封と細かな詳細を見ていきましょう。
いかがでしたでしょうか。トップとサイドプレートの角度を変えるなどしてアレンジすることができるので、ケージそのものがカメラハンドルのような使い方もできて、さまざまな撮影シーンに素早く対応できるので汎用性はとても高いと思います。こちらはこのようにしていますが、装着方法を変えるだけでこういったハンドルにも使うことができます。決まったカメラ専用のケージではない汎用のケージなので、とても使い勝手がいいと思います。折りたたみというところもまたよく考えられたアクセサリーで、毎度のことながらウランジ、ファルカムシリーズのアイデアには驚かされます。気になった方はぜひチェックしてみてください。このチャンネルではカメラやオーディオなどの趣味や、私が本業としている IT のお役立ち情報などを発信していこうと思っています。少しでも気になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。